皆さんどうも、乃木坂46の伊藤リリアと梅澤美波です。やったー。今回何をするかというと、コスメとかメイクが実は好きなメンバーなので、コスメだったりメイクの方を皆さんに紹介したいと思います。嬉しい。なんかさ、久々の並びじゃない、うん、いや、そうなの。なんかさ、そうそうしてんだよね。あの、かつて3期生で動いてた頃をさせたように、そう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 、確かにね。これからやっていきたいと思います。思います。眉毛ね、めっちゃ大事。めっちゃ大事じゃん。一緒。滝から落ちても落ちない間に最強。叩くいこ。いや、わかるわかる。とりあえずちょっとうちらがどれぐらいこうコスメを持っているのかとか、まあ全部は見せられないんですけど、ちょっと普段どういう感じのものを使っているのかっていうのをバーッと見せたいと思います。思います。え、なんかさ、ポーチとか見せて。わかる。これいいの見せて。いや、じゃーん。これが一軍系かも。あ、そうなんだ。これ僕はベースです。いっぱいあります。トン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 。あー、すごいすごい。めっちゃ小分けしてあるね。そう、探すのがめんどくさいから、確かに、ね、そう、結構メイクボックスで一個にまとめてる方もいると思うんですけど、どっちかというと自分はベースだったりアイシャドウだったりとか、あとペン系。ペン系はもうペンケースに入れるのが一番いいと思ってる。僕はすごい分かりやすい。バッて開けてバッて見れるから。確かに。そうそう、見してく。どう。とりあえず私たち今さ、うん、普通の、あ、そう、普段の、そう、まあ、収録とか撮影とかのメイクをしてます。それってまた普段のプライベートの時はまた違うの。違う違うよね。プライベートの時はまた違くて、もうちょっとちゃんとしてないかもしれないです、アイドルのとこだって3パターンぐらいあるよね、あるある。プライベート、収録、撮影、ライブ、結構人によってあると思います、今の私たちを普段、ね、作ってるアイテムたち紹介して。まず、ポール&ジョーのプロテクティングファンデーションプライマーの01番です。あれはついにやった。やりました。意外と多分誰もやってないよ。やってないよね。やばい。ちょっとめっちゃ使ってるからすごい汚いんですけど、マジで大人気じゃない。僕はこの白いキャップの日焼け止め効果と、あの、化粧崩れが防止される、バランスがね、完璧。確かに。ちゃんと保湿もしてくれる、パサパサにならない。なんかさ、ちょっと色ついてるからくすみ飛ぶよね。あ、そう、めっちゃいいの、そう、これ塗るだけでちょっと変わるので。わかる。もう一つ、じゃん、クレドポーポーテのボワールマティフィアンリサンっていうやつです。お鼻周りとか、ちょっとよれやすいところに使って、これ本当にサラッサラになるの、塗ったら、サラッサラになるし、ちょっとまあ毛穴を埋めてくれたりとかするので、使った時と使ってない時の化粧崩れ感、こう時間経った時のもう全然違う。本当に。私ハッチさん、ハッチ大好きなんだけど、メイクアップベース UV。 来た。じゃーん。やったー。これも日焼け止め美容液って書いてあるんだけど、これ塗ってれば夏場でも平気だし、冬場もさ、紫外線結構飛んでるから、確かに休みの日はもうこれとコンシーラーでって感じかな。ベースは成分とかも本当に優しめだし、肌にすごい良さそう。そうなの、本当に美容液って感じ。下地とかじゃなくて、なんかスキンケアしてる感覚で使える。あ、なるほどね。これはすごくおすすめ。いいね。そしてベースに仕込むのが、これ本当にやばいぐらいハゲハゲなの。本当だ、使ってるね。もうなんか書いてない。え、あの、本当だ、一文字も字がない。消えました。これがリアルなので、これめっちゃ紫なの。出していい？いいよ、出して。あ、本当だ。伝わる？これ色味じゃん。これね、頬の中心とかに使うこと多いんだけど、これ塗るとほら、あ、え、やばくない？すごい。これめっちゃね、発色がいい、ね、そう、白くなるっていうか、まあ、変な白浮きはしないんだけど、そう、あ、本当はめっちゃ綺麗。すごいよね。すごい。だからこれをベースに仕込むことが多いです。おー、じゃあ下地はこんな感じ。こんな感じ。すごい、いくらでも喋れるの。いや、すごいね。VDL パーフェクティングラストファンデーションの V01 ライトオークルっていうカラーです。これめっちゃ気になってたやつだ。これ最近バズってるじゃん。
日本のショップではまだちょっとあんまり販売はされてないんですけど、うん、これがすごくネットでちょっと話題になってて、うん、使ってみたらすごい、もう一軍になりました。急にこう出したんですけど、うん、サラサラなの結構、ね、テクスチャーがめちゃくちゃサラサラで、うん、重たくないんですよ、うん、そうだから大事だよね。こうでもすごいそうサラサラっていくから、うん、軽くてピタッと密着してくれる、うんうん、なんかあんまりベタつかないのがすごく自分は好きで、うん、そう私キャパンでは持ってきてないんですけど、うんうんうん、プライベートで使わないからね。そうだね。コンシーラー、あーコンシーラーいいですね。これももう大好き。コンシーラーいやちょっと見てくださいよ。待ってじゃあ一緒。でもね待ってこれさめっちゃ持ってる人いる。めっちゃいると思う。メンバーめっちゃいるの。後ろやばいよ。やばい後ろ。ちょっとあんま見ないの後ろだけど、マジなんか真ん中の色がオレンジなんだけど、うんうんうん、これをあの初めに目の下のクマのとこに寄せてから、うん、その自分に合った肌の色を重ねると本当にクマも隠れるし、うん、私はこの付属のブラシが、うん、スポンジとそうブラシになるんだけど、うん、本当によくてこのポンポンのところがもうニキビに集中できるし、私ブラシは口角上げるためにここの唇の際に塗る。このブラシなるほどね。それがめっちゃいい。じゃじゃーん、じゃん、メイクアップフォーエバーウルトラ HD プレストパウダーでーす。めっちゃいいよね。これいいよ、うん、本当にわかる。もうこれもめっちゃ底見えしてるんですけど、うわもうないやん。もうないのよ、買わないと。僕はねプレストタイプがすごい好きで、ルースタイプもあるんだけど、うん、もうね片栗粉。いやわかるわかる。めっちゃ片栗粉。もうサラッサラになるの。本当にびっくりするぐらいサラッサラになって、やっぱ崩れにくい、うんうん、すごい。僕はとりあえずマットにしたいというか、うん、後からハイライトでツヤを足す方が好きなタイプだから、うんうん、とりあえずめっちゃマットにするの。わかる。私は、うん、これ最近出会ったというか割と最近なんだけど、はいはいはい、VT シカノーセバムマイルドパウダー、うん、これがこれドラッグストアとかにも売ってるの。ドラッグストアで買ったんだけど。そうなんだ。そう、へえ。シカだから、うん、ねめちゃめちゃいいのよ。これもめっちゃ片栗粉なの。うんうんうん。めっちゃ片栗粉なんだけど、あの乾燥とか気にならないし。あ片栗粉だ。そうめっちゃ片栗粉で。そういや片栗粉パウダー褒め言葉だから。そう本当に。これ塗るとめっちゃ毛穴埋まるの。あそうなんだ。あえすごい綺麗だね。そうサラってなるし、うんうんうん、お手頃価格だから、うんうん、もう全然手に取りやすいからパパパって、うんうん、いいね、うん、シカ入ってるのすごいね。そうなんかシカパウダーのシカってなんか珍しいなと思って、うん、気になって買ってみたの。やっぱりアイメイクはやばいよ。刺さっていくか。ベースで喋りすぎたよね。うん喋りすぎた。眉毛からいく？あ眉毛からいきますか。セザンヌ超細身アイブロウの02番オリーブブラウンでーす。じゃーん。いやこれもうめっちゃ細い。見て。おお、そう。びっくりするよ細いの。そうめんぐらい。乾いてる時のそうめん。めっちゃわかる。だからめっちゃ描きやすくて、うん、で空張りもめっちゃあるし、うん、安い。うん。それ大事。もう安い。めっちゃ大事。じゃあ私の眉毛アイテムはこれ、うん、インスタとかでも紹介したことあるかも。これとこれハゲハゲもう本当だ。わかんないです。シナバンとか。確かに。わかんない。ごめんなさい。テラプンにお願いします。そう、これもうちにあるわ。これいいよ。このさ白っぽいカラーがあるのがすごく好きで。わかる。こんな色入ってることないで。うんうんうん。わかるわかる。なかなかこれがもうドラッグストアで見つけたんだけど。うんブローラッシュ EX ウォーターストロングダブルアイブロウ、うん、ペンシル&リキッドナチュラルブラウン。おペンシル&リキッド。これねあの、うん、キャップしてないわけじゃないの。あのないの元からこういう商品。そうなの。なくしたんだ。じゃあ元からこれないやつです。そうなんだ。そうこっちがあペンシルで、ね、そういいね。こっちがあのリキッド。リキッドあるのめっちゃいいよ、ね。いや本当にね、うん、あのリキペンシルとパウダーが一緒になってるのってめっちゃあるんだけど、うん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 、リキッドとペンシルが一緒になってるって、ね。わかるめっちゃわかる。あんまない。これめっちゃいいから本当にみんな使ってみてほしい。しかもこのリキッドって意外とその涙袋の影とか。結構ね使えるから、うんうんうん、これ持っとくとめっちゃ便利、うんうん、でいい、ね、これがうんそれもありますこれもドラッグストアなんだけど、うんうん、キスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウ05ライトブラウン、うん、これは私高校生ぐらいの時からずっと使ってる。もうね
一生売ってますこれ。わかる、助かってる。だから僕もずっと使ってた。そう、一瞬で染まるからめちゃめちゃ使いやすくて、発色が本当に良くて、そうめっちゃついてくれるからさ。梅眉毛本当綺麗だからさ、眉毛ねめっちゃ大事です。めっちゃ大事だよね。赤抜けポイントって眉毛だと思ってるから。あ、確かに確かに。じゃあ次、次何、アイライン、アイラインか。キャンメイククリーミータッチライナーのこれは09番です。ちょっと他の色も持ってるんですけど、うん、今日はこの09番を使ってて本当に描きやすい。ちょっとこう触っただけで色がついてくれるから、うん、僕すごい変なんだけどアイラインの描き方、うん、このね目頭側のここ、うん、目があると ここでしょ。そう、ここだけ、うん、目頭側のここだけ描くんですよ。なるほどね。ここの部分を高くすれば、うん、この目尻が低くなるじゃん必然的に、うんうん、だからちょっと垂れっぽくなるの目の形が。うんうん、わかる、わかるよ。そうだからここら辺だけインラインを入れます、うん、なるほど、計算されてます。計算してます。さすが。私アイライナーは1本で活かしてもらってます。ヒロインメイクで、はいはいはい、ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナースーパーキープです。いや、ヒロインメイク様様ですよね。これね、ブラックブラウンなんだけど色味が、はい、これがもうね絶妙すぎます。で、本当に落ちなくて、うんうん、工事中の、乃木坂工事中のロケのヒット祈願で滝を下るっていう、うん、あったヒット祈願あったんだけど、大体みんな落ちちゃうんだけど、うん、私メイクバッチリやったこれ。あ、本当、滝から落ちても落ちないアイライン。最強、最強すぎる。売り文句として最強すぎる。あの滝から落ちる以外に、あの落ちる行動ありますか？ないですよね。これも最強なのでおすすめ。いやいいですヒロインメイクさん、わ、うん、かります。はい、はい、では続いてはちょっといろいろ紹介したので、うん、ライブ、私たち普段こうライブにね、うん、出させていただくことが多いんですけど、ライブはまたちょっと普段と違うメイクを、ちょっとステージメイクというか華やかにするメイクになるので、うん、そこで使うアイテムとかをちょっと実践しながら紹介していきまーす、はい、結構肉眼で見てくれる方もいるから、割とこうしっかりに作るかな、その目の印象とか。あ、確かに、こう見て目力がしっかりガンと見せれるようにというか、僕は結構照明に映えるようにというか、照明がすごく強くたかれてるので、うん、照明を味方につけられるようなメイク、飛びすぎないね。そうそう、しっかりね、飛びすぎずにキラッとしてくれるメイクっていうのを意識してやっています、うん、はい。まずはキングダムのカールマスカラ CB っていう、これもすごいですよ。ですか。これめっちゃいいです。タバカンマスカラって言われてて、うん、塗るだけでタバカンができるんですよ。ちょっとね、これも面白い形で両方塗れるところがあるの。本当だ、粗めと細かめの。そうそうそう、これをちょっと塗ってみます。はい、この顔マジで見せられないからダメです。今細かい方のコンブで塗られてます。そう、はい、今塗りました。こっち塗ったんですけど、うん、こう見て、束感ができてるの分かりますかね。うわー、綺麗すぎめっちゃ綺麗。てかダマにならないんだね。全然ならない。これをまたちょっと粗めのコームの方を塗るとさらに束感が出るという。見てください、見える？ほら、見て、すごくない？つけまつげみたい。そうそうそう、こっち塗ってないんですけど、うん、めっちゃいいね。めっちゃいいの、本当に塗るだけで束感ができるからめっちゃいいやん。そうなってくれて、顔、いや、買いな、うん、本当に。そしたら次はグリッター、じゃーん、こんな感じでいっぱいあるんですけど、今回はこの2つを組み合わせて塗りたいと思います。まずはこのリカフロッシュのラメグリッターを、涙袋、うん、際のところに塗っていきますね。こんな感じで塗りました。あら、そう、キラキラ。ちょっとこっちにもね、今普段メイクでも乗せたりしてるから乗ってるんだけど、うん、そう、キラキラ。それに見えるかな。このさ、おっきいラメとかちっちゃいラメとかいっぱい入ってるのね、うんうんうん、そう、このおっきいラメをこう探し出すのね。探し出してこう先っちょにつけて、うん、この目頭のところに置きます。よいしょ、
見えるかな、ほら、ここ塗りました。塗りました。こういうグリッターを塗ることでこう涙袋をキラキラさせたいんじゃなくて、照明とかに反射して目の中がすごくキラキラになるんですよ、うん、そう、それがすごく良くて使ってます。こんな感じで、うん、そう、大きいラメを目頭に2個ぐらい、1、2個ぐらい乗せて、うん、完成です。かわいい。今度上まぶた、はいはい、キラキラさせます。 3C のミニマルチアイカラーパレットです、これもうラメラメ、全部ラメ、すごいね、すごくない？この中でもやっぱこのラメがね、もうキラキラ、見て、すごい、すごくない？指を置いただけです。指置いただけ、本当に。これをちょっとだけ黒目の上ら辺に乗せて広げると、ほら、こっちだけさ、こっちの顔だけめっちゃキラキラじゃない？今キレもすごい、キレもすごいよね、うん、あとはこのチーク、はいはい、バビメロのエンチャントグロブラッシュチークです。で見て、ほら、うわ、色めっちゃ可愛くない？可愛い。で、結構パールが入ってるんですよね、うん、だからちょっとパール苦手な方はあれだけど、本当に色味も可愛くて、そう、チークもちょっと濃いめに、やっぱ飛んじゃうから照明で、そう、すごい飛ぶからちょっと濃いめに乗せる。可愛いね。ピンクちょっと撮影なんでこんな濃くないかもしれないけど、うん、この色味が結構肌もちょっと白っぽく見せてくれるから、うん、そして最後リップ、このキボのドトンリッププラスっていうプランパーです、うん、これはグランドマスターという一番レベルの高いやつで、これ前に楽屋でさ、3期のみんなにさ、これつけてみって言ってつけさせたら、うん、もう絶叫してました。スースー系、うん、最高に痛い、激辛のラーメンを食べた時みたいな。こう透明なんですけど、うん、これをね塗ります。こう塗るんですけど、うん、痛いの苦手な人はやめてください。本当にダメだと思う。まあ、カプサイシンが多分すごく入ってると思うから、ぶっくり系だ、ぶっくりします、めっちゃ、うん、痛いです。血色も良くしてくれるし、唇の、うん、で本当にふっくらさせてくれるのですごく好きで使ってて、はい、でそしたらリップはケイトのリップモンスター、うん、AM2 時、はい、ってやつです。名前そう、わかんない。そう、やっぱリップモンスターは最強、最強です。これはね、赤っぽい色です。かわいい。そう、赤っぽい色を使ってて、やっぱめっちゃ落ちない、うん、本当に落ちない。良いでしょう、良いでしょう。いい色だね、いいよね、うん、すごい使いやすくて、こんな感じで、まあでも何がいいかっていうと、色もいいんだけど、やっぱ落ちないっていうのが本当に最高です。最高です。はい、まあ僕のライブはこんな感じかな。うん、華やかになりました。いい感じ。イエーイ、イエーイ。こんな感じです。かわいい、派手になりました、顔が。さらってやっていく、よ、やっていこう。私はライブアイシャドウをね、いつもより気持ち濃いめに、ね、あー、なるほどね。そう、なんかいつも使ってるやつを濃いめに、濃いめに塗る気持ち、わかるかな、変わったの。あ、確かに確かに、ね、全然塗ってね、出れば右と左で、ちょっと今パパってやって、あ、映えるね。わかる、全然違くないかな、全然違う、濃さでね、アイラインも長く描く、うん、あー、なるほど。使いすぎて入るで、目頭もそうなんだ、わかるかな、何、あー、わかるわかる、全然ちゃうくない、うん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 、アイラインの目尻のここのアイシャドウが私は大事だと思ってる。一旦黒のアイライナーでえって感じなんだけど、うん、一旦ね、下をね、この欲しい目の幅っていうのかな、はいはいはい、にちょっと描くの、ここに、おー、はい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 、って書いて、これを即座にぼかしてください。大事大事大事、大事、ぼかすの大事。白いメイクさん、もう落ちないから、うん、早くぼかさないと。これを即座にぼかすとこうなって、うんうんうん、目の幅が大きく見えるのね。あ、本当だ、すごい。で、マスカラも結構ね、うん、
普段は2度塗りぐらいはするんだけど、うんうん、これもちょっと重ねれます。いける？頑張る。いや、この顔見られたくないね。そう、ちょっと恥ずかしいよね、うん、ちょっと恥ずかしい。いいよ、こっちにしな。マスカラを塗ってます。今、梅が下まつげもね、そう、僕も塗ってます。それはボリュームタイプですか？今日はボリュームでございます。お、ボリュームタイプ。ライブはボリュームかな。あ、そうなんだ。そう、が多いかも。こんな感じ。ほら、もう全然違くない？あ、全然違うかも。確かに。あ、まつげすごいいいね、うん、私もラメを足します。うん、アディクションのザアイシャドウ09には、これもね、これめっちゃ可愛いの。可愛い、超ね、可愛いの。うわー、キラキラー。これ見て、すごい。そう、これを私はね、ここにね、さっきも言ったんだけど、そこ、ここに、うんうん、ここに欲しいのね、ラメ。そう、へえー、指で結構やるんだけど、うんうん、こうやってここに塗る。お、この目頭が光ってるのが私はすごく好きだから。なるほどね、なるほどね。そう、これはもう本当に照明が当たった時に綺麗になる。うん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 。ラメはここね。あ、めっちゃわかるわ。こっちだと、本当だ本当だ、うん、こんな感じやって、うん、ですっごい大事なのがこれ、ソックのシマーリクイドハイライター01番。ハイライトなんだけど、これマジで綺麗なの。このハイライトが私はもう一番好きなんだけど、ハイライト。へー、これを頬の高いところに私は塗ります。ほら、わかるでしょ。いいね。あ、すごい。これこれね、うんうん、このこれがすごく。あと、ここに、うん、そこね、大事。ここ大事、女神スポット。ここね、これ、わかる？いや、綺麗綺麗。ちゃうのよ。眉下。うん。眉上。で、ここの人中のここと、うん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 。顎にちょっちょちょちょって。見えますね。はい、もうこれですごく映えます。あの、照明、ね。うん、綺麗、すごい綺麗。リップは私もリップモンスターでございます。こちら私04番のパンプキン。これはもうライブでも、うん、テレビ収録とかの時もこれ使ってて、うん、これ公開されてる頃に発売されてるかな、マットバージョン。マットバージョン、めっちゃ欲しい。なので買えますように。買えますように。僕めっちゃドラッグストアもう駆け回ったんだけど、わかる、本当になくて、たまに穴場のドラッグストアなんで。え、わかる。たまたま見つけて僕はこれを買ったんですよ、うん、で、私はこのチューエムラのルージュアンリミテッドリキッドマット、うんうんうん、はいはい、 RD04 番、うんうん、この赤い色を今全体的にこのリップモンスターのパンプキン4番塗ってるんだけど、うん、内側にだけこの赤を塗ります、うん、この内側ね、リのかわいいね。あ、これでちょっと華やかさ、おお、プラスかわいい。そう、こんな感じ。いい、めっちゃかわいい。で、うん、ライブなので最後にクララスのフィックスメイクアップ、うんうん、これをフィックスミストね、大事です。浴びて完成でございます。私はいいですね、はい、華やかになった。なったでしょ、うん、やっぱすごい綺麗だわ。こんな感じ。まあ本当にその気分で変わるけどね、うん、そうね。プラスアルファメイクでした。こんな感じです。はい、ということで、はい、いろいろ紹介してきましたけど、どうでしたか？いや、もうね、正直ね、うん、紹介したりてない。わかる、本当に足りてない。めっちゃ持ってきたんだから。いや、僕もめっちゃ持ってきた。大きい紙袋で持ってきたの、僕は今日。そう、私もすごい。でもこういう機会があって本当に良かったなって思う、うんうん、女の子のファンの子から聞かれることも多いし、うん、実際やってできるっていうのもね、すごく嬉しいし、ね、ぜひぜひ。ちょっとシリーズ化したいね。やりたいです。お願いします。お願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。